長い一子長い一個8月30日から1983年1月28日は日本のソプラノ歌手。大正から昭和にかけて活躍した。1910年に東京音楽学校声楽科を卒業。龍金子と同級。金子と同じくハンカペッツォルトに支持同研究歌修了美しい容姿 清楚な趣きのあるソプラノの高音が美しいと言われていたリリックソプラノで、龍花猫と共に若くして人気が高く、ことに、ビゼー、カルメンのミカエラや、プッチーニ、ラ・ボエームの耳のアリアを得意とした。1915年、長い一個独唱会を開催し、リヒャルト・シュトラウスを歌う。岩崎小屋田の紹介により、同年秋に山田耕作と結婚したが、 山田の女性問題などのため翌年に離婚した。山田から長井への暴力もあったという。長井と親しかった、龍か猫はこれを恨み、戦時中の例外を除き、山田の歌は歌わなかったという。1920年慶応義塾、ワグネルソサイエティ第30回演奏会において、グリーク、ソルベージの歌、独唱、龍か猫とベルディ、アイーダ二重唱を歌っている。 1925年11月1日の帝国ホテル演芸場におけるリサイタルを皮切りに、クラシック音楽の声楽曲を言語ではなく、日本語の訳詞で歌うという、保語歌唱運動の試みを行い、帝国劇場や放置行動、大阪の朝日会館や京都の岡崎公会堂などで演奏会を開き、賛否両論を呼んだ。1926年には、 宮城道夫の歌曲をピアノの伴奏ではなく邦楽器の伴奏で歌い、話題になったこともある。録音も残されており、表題は新日本音楽と名打たれている。1929年には西洋の曲目に加え、奏曲、ギダユー、長唄などもプログラムに取り入れた5日間連続の演奏会を開いた。西洋文化と日本文化の関係性という、 現代にも通じる課題に積極的に向き合った先駆者の一人である。教育者としても浅野千鶴子を育てるなど更新の指導に努めた。国立国会図書館歴史的音源に残っている録音は以下の通り。他にも春の明日、ブラームスの子守歌、秋草などがある。ABCD 畑中良介、日本歌曲をめぐる人々、音楽の友者。 ISBN 9兆7842億7620万1996第300回かと戦争。山下俊明さんのあんな本。こんな本。2020年2月9日閲覧。ABC 長井育子。コトバンク2020年2月9日閲覧。山田工作の異業。同志社女子大学。2020年11月12日閲覧。 日記、カイズに、イナの大好きなアビコ、地上で一番、美しいところと、リュウムネヨシが称賛した街。testxmobile.cisar.net。2020年11月12日閲覧。歴史的音源検索結果。r e k i o n d e s i l i t t l n d l g o j p 2020年11月12日閲覧。 長井逸子。豪王と2020年2月9日閲覧。ありがとうございます。